日本兵庫県伊丹市、今陽今陽は、兵庫県伊丹市の地名。現行の行政地名は、町邸が、今陽1丁目から今陽8丁目まであり、2007年までは、今陽1から8丁目からやや離れた南方に、大技今陽が存在した。本校では、旧大技、今陽の一部であった今陽泉町、今陽地、今陽北、今陽東、 金陽南についても解説する。金陽という地名はもともと、旧川部群、稲の村の北部にあたる広大な地域を指していたが1940年に、伊丹市が成立して、以降、以下の地域が独立して、町邸を形成している。その結果、かつて大技、金陽の下にあった小技は2007年にすべて廃止され現在は、下記のいずれかの町邸に属している。 現在の町長としての今陽1から8丁目は、伊丹市役所の所在地である戦争と一体で、国や県の出先機関が所在する、官庁街を形成している。北で、今陽地、北東から東で戦争、南東で今陽東、南で、今陽南、南西でわずかに、寺本東、西で、寺本、北西で今陽北と接し、北の一点で、広畑とも接している。 2011年10月1日の伊丹市による推計人口は3445人。郵便番号664-0881。今陽泉町は1951年に大技今陽から分離して成立した。現行の行政地名は町底が今陽泉町1丁目から今陽泉町6丁目まで。 2011年10月1日の伊丹市による推計人口は1376人。郵便番号664-0885。北で今陽南、北東から東で今陽東、南東の一点で鈴原町、南で三鈴町、西で今陽南と接しており、特に今陽南は泉町を取り囲むような形で区画が形成されている。今陽地は、 1981年に大技金用から分離して成立した。現行の行政地名は町底が金用地1丁目から金用地3丁目まで。2011年10月1日の伊丹市による推計人口は746人。郵便番号664-0016。北の1点で随原、東で水が丘、東で広畑、南東の1点で戦争。 南で、今陽、南西で今陽北、西で、松ヶ丘、北西で中野東と接している。中野西とはわずかに接していない。三丁目の大部分は、今陽地公園が占めている。今陽北は、1981年に、大和今陽から分離して成立した。現行の行政地名は、町邸が、今陽北一丁目から、今陽北二丁目まで。 2011年10月1日の伊丹市による推計人口は746人。郵便番号664-0015。北で、今陽地、東で今陽、南で寺本、西で、奥旗、北西で、松が丘と接している。一丁目は大部分が、住友電気工業伊丹製作所の敷地となっており、二丁目は、町内の北側にある、 ごく狭い一角のみである。今陽東は2003年に大技今陽から分離して成立した。現行の行政地名は町底が今陽東1丁目から今陽東6丁目まで。2011年10月1日の伊丹市による推計人口は2821人。郵便番号664-0886。北で、今陽、北東で戦争。 東で、行基町、南東で、鈴原町、南の一点で、三鈴町、南西で、今陽泉町、西で今陽南と接している。今陽南は2005年に大技今陽から分離して成立し、2007年に現在の区域が確定した。現行の行政地名は、町底が今陽南1丁目から今陽南4丁目まで。 2011年10月1日の伊丹市による推計人口は4205人。郵便番号664-0888。正式な地名ではないが、住居表示の実施が最近であることと町内に、所在する小学校の名称より、節用の通称が用いられる場合もあり、町内の共同利用施設も、節用を監している。北で、今陽、北東で今陽東、 東で、今陽泉町、南東で、美鈴町、南で堀池、南の一点で、美鈴町、南西での真北、西で、山田、北西で寺本東と接しており、寺本とはわずかに接していない。奈良時代の僧行期が731年に、今陽寺の前身となる、今陽聖院を開き、今陽寺など、複数のため池造営を指導したとされる。中世までは、 摂津国向郡寺屋里と,と呼ばれていた地域で、江戸時代までに東部が川辺郡小屋荘、西部が向郡西小屋荘に分かれた。校舎は現在の尼崎市西郡陽にあたる。江戸時代には西国海道郡陽塾が設けられていた。町内に鉄道は通っておらず、阪急伊丹線伊丹駅が最寄り駅となる。国道七十一号線が郡陽と郡陽地、 金陽北の間を横断するように入っている。伊丹市バスが町内を南北に貫く、県道142号線沿いに、金陽停留所を5丁目に、金陽西口バス停を設置している。金陽で、小屋と読むのは南独であるため、金陽の部分をひらがなにする例も存在する。ありがとうございます。